なんか見えた。あれ当てられると無理だな。思い出にはならないです。ちょっとまだ残りがありましたね。案外ね、持続というかね、そういうのが残ってんだよな、あの技先行だから。もうちょっと遅らせないとダメ、もしくは攻撃上がりですね。当たりすぎじゃない。うん、こんにちは、どうも。クラウドも AC ムービーで壁にバスタードさすやんけ。僕あのシーントップ5に入るぐらい好きだな。アドベントチルドレンのクラウドが剣を壁に刺すシーン。今のはナイス判断なのでは。ただ相手はセフィロスだ。それは半角だ、半角だ。悪く思うな。ありがとうございました。シャドフレなんかリスクつけようと思ったら結構難しいな。大会の試合中に声かけられたって本当ですか？ああ、それはね、本当です。あれですよね。なんか竜王さんがツイートしてたんだっけ？僕が試合中に声かけられたの。あれね、まあ、一応細かく説明しておくと、スナバトの本戦1回戦、ミーヤー君と対戦する直前、もうステージ決めて、キャラ決めて、お願いしますスタートって押して、あの試合始める1秒前ぐらい試合始まる1秒前ぐらいに、すいませんマサシさんですかって言われて、ちょっと 焦ったんやけど、すいませんあの試合中なんですって言って、その場は終わったの。すいませんって言ってはったけど、でもそれ多分ね、オフに慣れてない、多分最近来始めた人なのかなっていうのは印象的にあったから。で別に試合に影響は別になかったし、僕は全然気にしてないけど、だけど場合によってはその後の試合に影響出る可能性めっちゃあるから、まあオフ大会観戦とかする人は注意した方がいいかなって。同じコートをやって次支障が出る可能性あるから。今回はたまたま出なかったけど、そうでもあの本当に1秒前よ。キャラセレからスタートボタン押してさ、キャラがさ2体
ドンって出てる時、あの時に岩崎さんですか。でも1秒後に試合開始するから、さすがにそこで対応できひんかったから、でそこはね、うん、観戦勢はね、もし応援してる人のね邪魔になったらいけないと思うから、まあ、できれば、まあ、朝ねトーナメント始まる前とか昼休憩中とか、まあ、帰り際はちょっと帰ってる人も結構おると思うから、帰りはできないかもしれないけど、まあ話すタイミングはそのあたりに絞った方がいいと思います。フリー対戦だと勘違いした説、多分そうだと思う、フリー対戦だと思ったんじゃないかな。まあ本戦トーナメント開始しますってアナウンスめっちゃ鳴ってたけどねめっちゃ鳴ってたけど、うん、まあでもね、最初行き始める人は多分その辺もわからないと思うから、もしかしたら僕が高校生で、今僕が高校生とかでそれやられたらおいってなってたかもしれんけどまあ今回は大丈夫だったってことなんで、まあ、そんな騒ぎ立てることではないですね。鬼覚醒やめて、今が偽りみたいな言い方するのやめてくれる。クラウドの空前って立ち回りで振る際センターを意識してますか、それともできるだけ本当てるようにしてますか。先端の方がいいですね。本当に最先端、本当てよりちょっと先の判定を合わせるのが一番理想。ジャスがされても大丈夫、割と大丈夫な。なんかあまりにも流れゲー、なんか技の当て方とか考えるときって基本的にはなんかリスクの方を優先させた方がいいかなとは思いますね。ローリスクな振り方一番良くて、まあそれでもしリターンを取ったときに撃墜しきれそうとかそういうのになった場合とかは、まあリターンの方を取ってもいいけど、避けんのやめてくれる。本当は台折り、え、ちょえ、あれクラウドは、あ、ちょっと僕のクラウド、だってみんな僕のクラウドどういった、あれさっきまでおったのにどこ行ったんやろ、もう帰る、あ、帰った、あ、退社した、いつまで仕事させんだよってそういうこと、ごめんごめん、そっか